はい、どうも皆さん、こんにちは。カンです。ということで、皆さん、アルティメット使ってますかまあね、あの、このアルティメットですね、出た当初はめっちゃ強いやん言われてたんですけど、まあ最近はね、使ってる人誰もいないですね。はい。なので、まあちょっとね、暗闇レベル11もね、出せるので、まあ、使っていきたいかなと思います。僕のチャンネルでは、まあ、画期的かつ、まあ強い編成とかも紹介しているので、まあ、興味のある方はぜひチャンネル登録してください。 何がすごいかっていうと、まあ、この子ですね、まあ、もちろん無糖値で100レベルですけど、あの、普通に、早いと、グッド以上でずっとがいう制約なく、普通に相手に暗闇レベル3を付与するに普通になんかラリーしてる時に。ほんで、それにあの、あの、このラケットを持たせるとですね、 スカルマグナ。スカルマグナのラケットを持たせるとクラミレベルプラス1なので普通の打球でクラミレベル4が付与できるという,う普通に相手からしたら戦いたくない相手なんじゃないかなと思います。あとですね、この子が強い点としてはこれですね。虚無の力によりスタミナが緑の時スタミナが黄色が赤になるダメージを受けるとダメージを軽減して8秒間スタミナダメージ無効。ということでこのね あのオートスキルがあるとですねこのラインズマンサクラとの相性が非常にいいんですねラインズマンサクラのリーダースキルが何かっていうとまあ,あのギミックをレベルに応じてスタミナ自動回復効果を持つんですよだからアルティメットがあのスタミナ緑で8秒間無敵の状態の時にサクラでまた体力ちょっとずつ回復していくと ほんだら、まあ、また緑になるじゃないですか。それでまた黄色になるダメージを受けたときに、また8秒無敵っていうのが、あの、発動するので、永遠にスタミナが緑より下にならないっていう。まあ、燃焼とか食らったら黄色になったりするんですけど、まあ、基本的には体力ずっと緑で折るっていうのが強いんですね。あと、この子の最大の 特徴というのが暗闇なんですけどこの子特殊状態中にですね10打球すると相手に暗闇レベル10を付与する打球となるんですねはい暗闇レベル10がどんなもんかっていうのを今から見ていってくださいそれではねまあトリミングマッチでねちょっと暗さを検証していきたいと思いますいいあまあ今相手に、ね、SSS 打たれたので今から10打球打ってもらいます1 この時点ででも結構見にくいんですよ割とこのなんか真ん中から出るビームみたいなのあるじゃないですかこれが普通にうざい <laughs> ただこのビームの出てる方向に球が行くからまあ卵が行く方向にビーム行ってるからまあそれでちょっとどっちに来てるかっていうのは分かりないけどまあやっぱ見にくくはあるよね普通に。 普通に見に見くいほんでこれ暗闇レベル1 2になるは唐突に来るんよねほらもう全然見えん相手見えへんしビームで、まあ、どっちかわかるみたいな感じまあこんなんボレー行かれたら無理よね <laughs> 普通にもう真っ暗すぎて見ていただけましたでしょうかまああれが暗闇レベル10ですはい見えないですよね、まあ、それに加えてこのスカルマグナ クライレベルプラス1じゃないですか。だからクライレベルプラス11が与えれるんですよ。11ですよ、皆さん。やばくないですかもう真っ黒ですよ、真っ黒。<laughs> まあね、それでね、まあ、タワーいったので、まあ見ていってください。どうぞ。はい、それでやっていきましょう。相手のレート千2八8 5ですね。この人はですね、1回、一回だけかのわからんけど、とりあえず、あの、ランカーさんですね。 一回、あの百以内入ったことある人です。はい、私でも知ってました。<laughs> 有名な方ですね。まあ、初手はね、ジュダーでいってね。まあ、ダメージと暗闇でね、ちょっと頑張っていくかなって感じで。まあ、立体起動ずるいよな。体力なくなっても動けるの。ほんま。ちょっとやめてほしいわ。<laughs> これも牙なんか、まあ、ボレーで決めると。 こんな感じですよ私の日常ちょっと、ね、アルティメットにねスカルマグナ持たせてるんでちょっとジュタはギガスループスに戻ってるんですけど皆さんはあのスカルマグナ持たせてくださいねちょっとほんでセレナほんまにクソやと思うねこの動画なこの動画でこの試合なセレナ語れへん試合やねん <laughs> マジでさこのこのギミックやばない今たまたまロブ抜けたからあれやけどさ マジでこのギミックどうやって避けられへんしさのくばえぐいし暗闇えぐいしさほら今これ暗闇のせいやで取られんかったん多分これは <laughs> 多分やけどいやほんまにほんまにえぐい何してくれるんって感じほら見てこれうんうん、うん、いや無理やんって感じ ただ、ただの S1 にやられる。S1 で点取られて、その後その S1 の副産物でやられるっていう、このクソみたいなループ。やばくないほんまに。ほんまにセレナエグい。ほんで、あの、アルティメットの SSS、めちゃめちゃスピード速いからね。これ、あの、ほんまにヘリオ SS ぐらい早いから。ほんで、今、相手暗闇。 まああの、アルティメットって SSS キャラやから、やっぱりまあ、ルーシェラ家に交代時つけて、まあ、タメダリアとか、まあ、カラケとかね、そういうやつで食べていった方がいいかなと俺は思うかな。まあ、ね、あの、負け試合やったらちょっと悲しいので、まあ、もう一試合、まあ、次は勝ち試合をのせていくかなという感じです。まあ、相手はね、オーガにスカルマグナモンとしてるんですけど、僕はギガスループスの方がおすすめなんで、この人にこの動画が届けばなと思います。 <laughs> はい。まああのそのね、なんでそんなこと言ってるか気になるなんでお前、オーガニャスカルマグナやろとか思う人は、ぜひ、あの、前に動画出してるんで、それ見ていただけたらなと思います。一応、筋は通ってるかなと <laughs>。まあ別にスカルマグナでもいいねんけど、俺的にはギガすのが強いかなと思う。うお、すげえ、相手スマッシュボレーしたで、ね。うめえ。まあまあまあ。 <laughs> 抜けるんかい <laughs> でまあアルティメット使いたいからアルティメットで行くって感じでねあ俺の好きなジュダでやられると <laughs> ジュダなぁどうなんやろなグラスコートで唯一の灼熱高騰化できるキャラやけどさどうなんやろな <laughs> ちょっと微妙なところもあるよねまあでも あれやんなグラスコートでさ雪コートにしたらさくらに触れられただけでさグラスコートにか戻らされちゃうけどさ灼熱に関してやっぱりさくらで SS 打たないと戻れへんっていう点ではやっぱりグラスコートに灼熱はちょっと刺さるんかなと思うよね普通にギガスオーガとえっ、ー、と誰やったっけジュダと光線ジュダと、まあ、あと誰かもう一人ぐらいでやるっていうのがいいかなって感じうん。 これもうさっき桜で SS 打っちゃったからストーム変わらんと思いがちやけどまあ普通に触れただけでグラスコートに戻るからうん雪コートはそんな怖くないよねうんこんな感じかな全然アルティメット使ってないけどまあ勝った試合や <laughs>